百州武道具店の動画。こんにちは、百州ブログ店のうがです。やってますか？うおー、今日はコテメンのビデオの2本目です。よくある間違いをやります。コテメンがうまく打てない人、もしかしたらこうなってるんじゃないですか？じゃあ最初は足の話させてください。コテメンを打つときに足っていうのはコテメン、コテメンという風に2回踏み込むんだよって話はしました。その時に問題になるのが踏み込む足の幅なんですよ。これがコテの時の足の幅が面を打つ時みたいに大きいと、次どうしても間合いが近くなって面が打てないんですよ。面に繋がらないの。コテ面っていう風に面が打てないんですよね。だからコテ面、うまくスムーズにコテ面って打てない人はコテの足幅を半分にしてください。コテの時に踏み込む足幅を半分でいいです。そして面を大きく、まずは足の幅、特に最初のコテの幅を小さく半分にしてみてください。なんでコテの時の踏み込み足を小さくするかっていうと、単純にコテっていうのは面よりも近いでしょ。面は向こうの方にあるけど、コテって手前の方にあるじゃない。それだけなんですよ。コテの場合は小さく踏み込んでも腕を伸ばせば届くんですよね。逆にコテの踏み込みが大きすぎると、もう間合いが詰まって面がどうしても打てないんです。コテ面の時、コテ面、2回足をつぐ、これ基本ね。これができるようになったら踏み込み足でやるんだけど、その時にコテの足は半分でいいです。コテの足を半分、なぜならコテ近いから。小さくトン、次大きくトン、次は手ですね。コテ面を打つときにどうしてもコテ打って振りかぶって次面って打つ人いるんですけど、この振りかぶるっていう動作は不要です。え、竹刀を振りかぶらなくてどうやって打つのって思ったでしょ。思ったでしょ。それ正解。実は竹刀を振りかぶらなくても打てる方法があるんです。コテ面みたいな連続技だったら、コテを打った後に竹刀が跳ね返ってくるんです。コテを打った後跳ね返ってくる、跳ね返ってくる。手首のスナップ、手の内が使えてたら跳ね返ってくるんです。この跳ね返りでもう竹刀が上がってるんですよね。この上がった勢いを利用して面を打つ。竹刀の力を入れる方向っていうのは、コテ打つ時向こうでしょ。勝手に上がってくる、そしてまた向こうなんですよ。早いコテ面の人は向こう、向こうなんです。遅いコテ面の人は向こう、振りかぶるからこっち、また向こうなんです。こういう力入れ方してんの。だから遅くなっちゃうの。向こう、向こうでいいんです。それで次は姿勢と左足の引き付けなんです。これは繋がってるんです。繋がってるっていうことは、どっちかを直せば両方治るってこと。やる気出た？いくよ。コテ面を早く打とうとして、体がこうなっちゃう子がいるんです。コテ面、コテ面。そうなると何がいけないか。こうなると左足が残っちゃうんです。後ろに残っちゃう。体勢がこうなればこうなるほど後ろ足に残っちゃう。これなんでダメか。コテ面っていうのは足をコテ面と2回踏み込むって言ったでしょ。だから足がこうなってしまってると、この引き付けができないんです。引き付けができないのは姿勢が悪いからなんですね。姿勢をとにかく起こすことです。じゃあ今の左足の引き付けの話なんだけど、打った後に必ず引き付ける、コテ面引き付けるって話をしたんだけど、みんな今多分ね、コテ面のことで精一杯で、2本コテと面2本だけ打つことを考えてると思うの。だから左足をつかなくてもなんか打てそうな気がするんだよね。コテ面みたいな感じでね。でも剣道ってコテ面で終わりじゃないんだよ。コテ面面面面面面って追い込み稽古で打つ時もあるの。そうした時にコテ面面面面面を打つって思ったら、左足引きつけないでどうやって打つの？コテ。めん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 。もう死んじゃうよね。必ずコテ。めん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 。左足を引きつけるよね。そうしないと打てないから。それと同じ。ただそれが2本だって、コテと面しか打たなかったっていうだけ。必ず剣道は打った後左足を引きつけるんです。そして次の打突のために左足を蹴る。次は、コテ打ちの最初のコテが弱すぎる人ですね。こうもう弱すぎて、もう猫パンチぐらい弱い人。タダーン、タダーン。これは原因は2つあります。1つは、とにかく早く打とう、早く打とうとして、コテ面っていう1つの技にしちゃってる人。これは違います。コテ面はコテも面もしっかり打たないといけないんです。コテを打って相手が崩れたから面を打つ。最初からコテ面、コテ面打ってやるってこう決めにかかってると、どうしても最初のコテは弱くなります。もう一つの理由っていうのは、コテ面打つときに腕が伸びてない。コテを打つときに腕が伸びてない人です。曲げて、手首を曲げて伸ばして、曲げて伸ばしてって言いましたけど、曲げて伸ばすときにしっかり腕を伸ばしとかないと、絶対強い打ちは打てないです。
じゃあこういう話もあると思うんですよね。基本のコテメンはできるようになった。でも試合だとなかなか決まりません。コテメンっていうのはコテメンを打つぞコテメンを打つぞって思って打つコテメンっていうのは試合だとなかなか当たらないと思います。コテメンが当たるタイミングっていうのはむしろ試合とかだとお互いコテで止まっちゃった、でも相手は反応できないけどこっちは次面に反応できた、体が勝手に動いた、ここ一番の時に動けたっていう時にコテメンが当たったりすると思うんですよね。ここ一番で反応できる、いつでも打てる体勢っていうのはそれはやっぱりね、かかり稽古だと思うんですよ。かかり稽古辛いよ、しんどいけど、もう何本何本もう自分からどん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 コテメンとかコテメンとかコテメンとか打っていくような足使い、自由な足使いの練習しておけば必ず試合でも当たるようになると思います。それとやっぱりコテメンだけに縛られすぎることはもったいないと思うんです。コテメンだけじゃないです。コテメンの足ができたらコテメンメーンもできます。コテメンつばぜり合いで引きメーンもできます。コテメンのその連続技っていう足ができればもう何本でも打てるんですよ。それが大きいんです。そのための最初の入り口がコテメンってわけですね。また次3本目、アイコテメンっていうコテメンの実践編に入りますんで、また見てください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。